で日本中を沸かせたラリーブームから早くも20年。近年北海道のみで試験的に行われていた世界ラリー選手権も一昨年前からは本州でも行われるようになり、再びラリーブーム到来といったところだろうか。今回取り上げたフォードエスコート RS コスワーズ、四半世紀以上前の世界的なラリーブームを間違いなく盛り上げた車両であり、ご存知の方も多いはず。ところが日本での正規の販売はなく、その後のトヨタ自動車による世界ラリー選手権での不正や三菱自動車のリコール革新問題で日本企業が相次いでラリーから撤退した影響もあり、 WRC 自体の人気も低迷し、この伝説的なマシンの存在も忘れ去られてしまった。ジャーキーネットでもラリーカーを取り上げることはほとんどなかったのだ。世界的に見てもラリーの目玉であるドリフト走行に焦点を絞って、安全なクローズドエリアでドリフト走行だけを楽しむイベントが増えた。しかしながら本来ラリーの醍醐味はナビゲーターとの二人三脚で日常から非日常まで世界の道を走り抜く、そんな姿を間近で見られるレースであるはず。パンクでタイヤ交換はもちろん、事故があっても自分たちで修理する、ぬかるみにはまったら観客に車を押してもらって脱出する、そんな良き時代が、そうフォードエスコートから見えてくる。当時フォードの看板ドライバーはフランス人のフランソワ・デルクール。日本でも人気の高い選手であり、このホエールテールと呼ばれる2段ウィングのエスコートといえばデルクールを思い浮かべる人も多いはず。そんな彼ではあるが、友人から借りたフェラーリ F40 での事故のためにフォードで走っていた期間は意外に短い。ジャーキーネットでは特別にフォードエスコート RS コスワースのプロトタイプを入手した。そして世界でも類を見ない独自開発の操舵機構を組み込んで見事に当時の走りを再現した。今回はその一部始終をご紹介する。こんにちは、ジャーキーです。今日ご紹介するミニカーはこのフォードエスコート RS コスワーズで、セルフステアリング付きの改造の仕方ですね。はい、かっこいいですよね。もう小さい時ね、30年前に活躍してたマシンでですね、あの小学生の高学年ぐらいだったと思うんですけど、もうね、あの BS でその頃は WRC 毎週やってたんですよね。毎週か1ヶ月に何回かかな、なんかやってて、もうね、楽しみでずっと見てたんですよね。録画したりして。で、その時に活躍してたマシンがこのフォードエスコート RS コスワースと、まあセリカもね、セリカ GT4 とか、あとスバルインプレッサとか、もちろん活躍はしてたんですが、やっぱね、このね、ホエールテールっていうね、あの2段ウィング、後ろのルーフからピッと伸びてるウイングがね、当時ね、まあコスワースが作ってたんですけれども、かっこよくてね、やっと改造することにしました。でこちらまだ今改造する前なんですけどね、ちょっと お分かりになった方いるかもしれませんが、これね、あの若干もうすでに改造されています。あのホットウェルプレミアムなんですけれども、そうホットウェルプレミアムなんですね。私あの改造するの、ホットウェルプレミアムを改造するのね、多分すごく稀なんですけれども、あのちょっと改造してあります。あのこの改造の仕方のビデオはですね、あのずっと見ていらっしゃる方だったら分かると思うんですけども、あのテプラで作ったという改造のビデオがあります。でなぜホットウェルプレミアムの改造を僕はしないかと言いますとね、あのシャーシがね、もうそろそろ出てきますけど、メタルなんですよね。そのメタルっていうのがすごく加工が難しい、まあ硬いんですよね。プラスチックではなくて、あの亜鉛の合金をなんで、まあ金属なんで、硬いんですよ。で、あの微妙な調整とかがね、難しいかなと思ってずっと躊躇してたんですよね。
あ、で、これ、ここ、あの、マフラーがね、すごいシャシがついてるというね、ちょっと面白い、あの、成形方法を取られてたんで、ちょっと今、あの、テロップ出てましたけど、はい、こちら内装。内装はね、あの、すごく、あの、面白いです。あの、座面にキルティングが施されているタイプのバケットシートで、これってね、カウンタック、ランボルギーニカウンタックとかの、LP500 のカウンタックとかでも使われた昔っぽいシートですよね。そういうなんか昔っぽさもね、このホットウィルプレミアの内装から感じることができました。あの、ロールケージがぶっとすぎて、なんか人形とか乗せにくいし、あの、座席も、シートもね、小さくなってしまうので、これはどういうことだと思うんですけど、はい。まあ、こんな感じで、はい、今からタイヤをね、これがね、すごく重要です。あの、すごく、あの、地味な作業なんですけど、これがね、すごく大事なところ。で、ちょっとね、はしょっちゃったんですけど、最初ミラー塗ってたのお分かりですかね。もうすごい一瞬だったんですけど、あの時間がね、またモラトリアム、まあ僕の、あの、改造でモラトリアム期間でして、あの間に、その間に、あの、どう改造しようかなって考えてるという時間なんですよね。はい、で、こちら、ホイールを薄くするんですけど、薄くしてしまうとですね、車軸が通る部分のホイールのその、長さが短くなってしまいますので、短くした分、を反対側につけてですね、あの、車軸が通る、ホイールの中を通る、長さっていうのを変わらないように、する処理です。はい、いつもね、このシャーシを切るのに、こんな苦労はしないんですけど、やっぱりね、あの、メタルのシャーシということでかなり苦労しました。あ、これは、今の、ね、あの、1切目のセンターポイントです。センターに穴を開けておきました。あの、改造していくうちにね、あの、基準の点が分からなくなってしまいますので、センターポイントっていうのは、やっぱり、部品ごとにね、全部つけるようにしています。はい。で、こちらがですね、すごく重要なアクリル部品を使った、車軸をね、支える部品になります。この穴がね、すごく大事なんですよ。車軸が通る穴なんですけど、これがね、ちゃんとまっすぐに通っているということがすごく大事です。で、次はキングピンを通すための穴。これ車軸に対して、垂直になってないといけないですね。これはね、もう、いろいろ考え方あると思うんですけれども、ちょっと傾きを加えたかったりね、するかもしれないんですけども、とりあえずね、垂直にしといたら、後々いろいろ改造ができるので、とりあえず垂直にはしといた方がいいと思います。何も考えずにね、もう垂直にすることだけを考える。で、こちら、2個目を作るときにですね、あの穴の角度がちょっと、間違って、ちょっとミスってたんで修正してます。これ修正できないときはね、もう一回作り直さないといけないんですが、もうね、確かね、これ3個目くらいなんですよ、まあ、ミスって。でも、これはもう修正して使おうということになりました。で、これタイロットの、穴ですね。これはキングピンと必ず平行に作っておかないといけない。これはね、すごく慎重に、まあ、やるんですけど、修正が効かないんで、ほぼ小さい穴をね、最初開けといて、大きい穴を開けるんで、その時点では修正できるんですが、穴を完全に開けてしまったらもう修正できませんので、すごく慎重に作ってください。で、これが、キングピンになるものですね。で、普段はですね、キングピンをこのアクリルに押し込んで、もう圧入するだけで抜けなくなるんですけど、今回ね、下穴ちょっと大きくしすぎてしまいました。0.05mm ぐらいね、大きくしてしまったので、接着剤を使うことに。ジェムクリップを使うんですけど、ジェムクリップってね、メーカーによって太さが違う場合あるんですよね。ので、一概に何ミリとは言えなくて、で、こういう穴、下穴を大きくしてしまう場合もあります。はい、で、これが、サスペンションアームのアッパーアームの方ですね。アッパーアームはね、
比較的作りやすい、まっすぐなんで作りやすいんで、サクッとこれでね作っておいて、これでまあ一段落っていうかね、一息、一呼吸置けるというね、リラックスタイムでもあります。これはねミスることがまあないんで、すごくねリラックスできる時間、会場の中でもね。でこちら、僕がよく使う、まあ、化粧品か何かが入っていたと思われる透明のパッケージですね。PP フィルムってやつですかね。ペットフィルムってやつで、0.8 ミリぐらいだと思うんですけども、そういうの、ね。ペットボトルと同じ材質だと思います。で使いやすいんでよく使います。で、それをさっき、作ったブリキのね、板に、貼ることによって補強と、あと厚みを持たせる、それとアクリルの、車軸受けがですね、直接ブリキに当たるとどんどんアクリル削れてってしまいますので、それを防ぐという目的でもあるので、こうやって貼ってます。一時期ね貼らないで試したことあるんですけども、一回ね試したことあるんですけど、やっぱねダメでした。やっぱ貼らないとダメでしたね。ブリキだけだと曲がっちゃうんですよね。ブリキ2枚接着してもやっぱ曲がってしまうんで、プラスチック違う物質とね、違う素材と、貼り合わせた方がいいという感じでしたね。はい、今ローアーアームを作ってるんですが、これ昔ね、最初にこのブリキとさっきのペットフィルムをくっつけてから曲げてたんですが、そうするとね、とても加工が難しい。曲げてる間に接着剤が剥がれてしまうということがありましたんで、今はね完全にもうちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいんですけど、最終的には時間が短くて済むので、作る時間、別々に作ってから、後から貼り合わせるという方法にしてます。でね、昔はね穴もね曲げる前に開けてたんですけど、曲げてから開ける方が圧倒的にミスが少ないです。昔というか、まあ何代か前までは本当にそういうすごい複雑というか、まあ失敗の多い作り方で作ってたんですけど、でもね今でもねちゃんとセルフステアリングミニカーとして動いてますんで、まあうまくできたんだなと我ながら今でも感心するところです。でこっちがペットフィルムの方で今作っているとこですね。これねもう本当に合わせながらやります。でね、これねまあカットし、ビデオではカット編集しちゃってるんですけども、これねちょっと微調整今したんですよね。ちょっと微調整して微調整ができるんですよね。後からくっつける方法だと微調整もしやすいので、いちいち作り直さなくてもね微調整で済むというので、だいぶ作る時間、手間とかがね楽になりました。でこれねちょうどいいクリップがなかったんで、いろんなもので挟んでるんですけども、全部クリップとして使ってます。なんかね LED ライトとかね、いろいろなんかのクリップとかも総動員して、挟んではいるんですが、ただ単に挟みたかっただけということですね。でこちらもうブリキの方には最初に穴が先ほど穴開けてたんですけども、まだプラスチックの方ペットフィルムの方穴開いてませんでしたんで開け直したというですね。であとはヤスリで、ここはね貼り合わせてからねハサミとか使うとその時に剥がれてしまうことがありますんで、ヤスリで丁寧に、表面をきれいにして、まあ、表面というかエッジをねきれいにしています。で仮組みです。これね仮組みでうまくいってても後でねうまくいかないっていうこともあるんでね、油断は禁物なんですが、まあ、とりあえずね一段落という感じですね。で、タイロット作りですね。これもジェームクリップです。でね、タイロットってね結構長いジェームクリップが必要になってくるんですが、そういうクリップってね太いんで、この 0.75mm か 0.8mm ぐらいのねクリップの
ものだとね、ちょっとね、あの曲がってる部分も使わないといけなくなってくるんですよね。そこがちょっとね、嫌だなっていうところなんですが、でもね、この細さじゃないと、あの車軸を受けているあのアクリルの穴を大きくしないといけなくなってしまいますんで、やっぱりね、そういうちょっとまあ手間のかかる部分ではあるんですけど、 0.8 までのクリップで、修正しながらね使ってます。これもね、あの今これあの板バネに使ってるのも、ペットフィルムですね。これはね、昔ね、あの、トミカのね板バネ使ってたんですけれども、あのトミカは その潰さないといけないのと、あとね、穴を開けるのは板バネっていうのは、バネ材っていうのは穴を開けるのすごく難しいので、もう今プラスチックの板バネにして、あとあのショックアブソーバーにあのウレタンのスポンジを使うという形にしてます。昔ね、あのトミカの板バネだったらウレタンのスポンジいらなかったりしたんですけれども、今はね、2種類スポンジも使って、で板バネは加工しやすいペットフィルムでやってるということですね。はい、でロアアームに、板バネにしている、まあ、ペットフィルムをくっつけると。ここね、あの昔はね瞬間接着剤使ってたんですが、瞬間接着剤だとねミスるとね、もうあの剥がしてもその あのペットフィルムが硬くなりすぎてしまって、もう弾力がなくなってね、バネに使えなくなってしまって、もう一回作らないといけなくなったんで、今はねというか、今回からはね、あのビニール用のゴム材やゴムとかビニールをくっつけるこの接着剤使うようにしてます。これでねうまくいってます。ここもね昔は瞬間接着剤でやってましたけど、あの今回からはね、あのちょっと優しめの接着剤で、あのこの車軸のね、あのチョボをね、チョコを止めるための、部分はやっぱり瞬間接着剤の方がいいです。あの瞬間接着剤カチカチに硬くなってくれるんで、次タイヤを外し、ホイール外したい時にね、パリッてこう、あのペンチとかで押すだけでパリッと外れてくれるんで、やっぱりねそこは瞬間接着剤の方がいいなと思ってます。でインテリアと干渉する部分に、今目印をつけてそこを取り除いています。インテリアのね、あの部品もね、できる限り、残して、それは、その、ダッシュボードのあたりから切っちゃえばね、こんな加工はしなくていいんですけれども、やっぱね、いろいろ使いたい場合もありますんで、なるべく残して、で、いらないとこだけ切るという感じにしてます。いろいろ使える場合があるんですよ、この部分とかね。今だと、これ、ショックアブソーバーをつけるスポンジをね、乗せるベースを今作ってるんですけど、これがねダッシュボードからプラスチック切ってもう取り除いてしまってたら、あのメタルのボディの方にそれをつけなくてはいけなくなってしまって、分厚い何かが必要になってしまいますんで、そういうのも含めてね、いろいろ残しておいた方がいいと思います。で後ろがね、意外に内装と車軸との間の空間がありすぎたので、このクイックメンダーをねパテ代わりにして肉盛りして、そこに、ショックアブソーバーの、ウレタンスポンジを置くためのペットフィルムを載せたと。はい、これウレタンのスポンジです。これ滑り止めマットなんですよね。滑り止めマットがね、気泡が細かくてね、とてもいいです。普通の食器洗い用のスポンジとかだとね、気泡が大きすぎてね、車軸がその泡のところに空間に収まってしまいますんで、ショックをアブゾーブしてくれないというね事態が起きてしまいますんで、なるべく気泡は少ない、小さいこういう滑り止めマットをね使うようにしてます。はい、で、今回ねフォトビプレミアムなんですけど、カシメがぶっとすぎたので、普通のネジではつばの部分がね小さすぎてね止まらないので、何かのプラスチック、丸いプラスチックがあったので、それをね、ネジのね蓋代わりにしてみます。で僕はねタップ持ってないので、ネジでそのままあの
あのネジを切るようにし、してます。これでね、あの今までうまくいってます。はい、でこれが、ブレーキパッドですね。セルフステアリングの要となるブレーキのパッドを今、クイックメンダーをパテ代わりにしてですね持ってます。これあのタイヤのね車軸の真上の真上ね、直進方向に向けた時の真上に、あの車軸の真上にそのブレーキが来るようにセッティングして、まあ盛る時はね適当なんですけど、その成形する時にね、そのクイックメンダーを固まってから成形する時に、そこを狙ってね、そこだけ盛り上がるような感じにして、ブレーキパッドにしてます。でちょっと早送りして組み立ててます。これね、あのホットウィルプレミアム、このフォードエスコートはねすごいメタルのシャーシとねボディがすごい綺麗に噛み合わさってるので、ネジいらないぐらいなんですけども、あのねだから、あの分解するときね結構ね、手間っていうか、苦戦しました。これ確認中ですね。はい、時間になりました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ジャッキーでした。バイバーイ。